キアラン・クラークは、イギリス・ロンドン・ハーロー・ロンドン特別区出身のサッカー選手。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。アイルランド代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。イングランドとアイルランドの代表どちらにもなることができる立場であったが、2010年にアイルランド代表を選ぶことを発表した。ファーストネームのキーランはアイルランド語由来で、キーランに近い読みをする。 ヒエゴ由来のファーストネームゆえ、キアランやシアラン、シャランなど表記、故障において揺れがある。ロンドンのハーローで生まれ、11歳でアストンビラ FC のアカデミーに入る。アカデミーではキャプテンを務めていた。2009から10シーズンで初めてトップチームに登録され、8月30日のフラム FC 戦でデビューした。 直後にポジションを争うカーティス・デイビスが負傷したため、19歳にして、アストンビラのスタメンで急遽出場した。2010から11シーズンは、ジェラールーリエ新監督が指揮を取る中、控えの位置は変わらなかったが、クラブ内の MF に負傷者が多発したため中盤のポジションでの出場を増やした。2012年8月25日のエバートン FC 戦で、 ニキザイエラビッチへのファールで出場停止処分を喰らう。12月8日には在籍4年目で初のトップチームでのキャプテンマークを巻いた。2013から14シーズンはロンフラールやアカデミー出身のネーザンベーカーが監督のポール・ランバートに徴用されたことでベンチ要員に降格する。しかし最終ラインに負傷者がまたしても相次いだことで結果的に28試合に出場した。 その一方で彼自身も9枚のイエローカードをもらいは残留に奮闘した。ちなみに2014年1月にクラークは練習中にチームメイトのリボルコザークの右足を骨折させてしまい、コザークのプレミアリーグでのキャリアを終わらせてしまった。2014から15シーズンもランバート監督に礼遇され、フラールが再度負傷した後も出場機会が訪れることはほとんどなかった。 しかしその代役であるベイカーも負傷したことで、最終ラインに再び返り咲いた。2016年8月3日、ニューカッスルユナイテッド FC と契約を結んだ。初年度は、ジャマール・ラッセルズとのコンビで出場し、9月13日のクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC 戦で、移籍後初得点を挙げた。チームが、プレミアリーグに復帰した翌シーズンも、主力を張ったが、シーズン後半は、 新加入のフロリアン・ルジューヌにポジションを奪われた。2018から19シーズンはわずか8試合の出場だったが、それでもチーム4位の3得点を挙げている。U-19 欧州選手権のため、2008年にイングランド代表に招集されるも大会中に足首を捻挫。2008年には U-20 イングランド代表のキャプテンに任命され、 U-20 イタリアとの親善試合でゴールを挙げた。しかし、クラークは父方の祖父母と母がアイルランド出身であることからアイルランド代表としてプレーすることもできた。当時の U-21 アイルランド代表の監督であったドン・ギブンズはそこに目をつけて彼を説得。2010年、クラークは今後アイルランド代表としてプレーすることを発表した。 2010年11月、アイルランド代表の親善試合に招集され、2011年2月8日のウェールズ戦でアイルランド代表デビューを果たした。2013年2月6日のポーランドとの親善試合で代表初得点を記録。ありがとうございます。